名神高速は岐阜羽島と滋賀県の立東湖南の間で通行止めが続いています。途中の関ヶ原インター付近では、多長往した車の列ができていて、自衛隊も出動して、現在除雪のほか、車を最寄りのインターから出す作業が行われています。車に乗っている人によりますと、午後8時過ぎに岐阜県からパンと水の配給があったということです。また、消防によりますと、5歳と1歳の男の子、 50代男性の合わせて3人が、体調不良を訴えて病院に搬送されたということです。いずれも軽傷とみられています。このほか、午後8時40分ごろには、新明新高速上り線、四日市トンネル付近でスリップが原因とみられる、少なくとも5台が絡む玉突き事故が起きています。東海地方はあすにかけて冬型の気圧配置が続き、この冬一番の寒気が流れ込む見込みです。 あす午後6時までに予想される24時間降雪量はいずれも多いところで愛知県の山間部で15センチ、平野部で10センチ、岐阜県山間部で70センチ、美濃地方の平野部で50センチ、三重県北中部で30センチの見込みです。気象台は積雪や路面の凍結などに警戒を呼びかけています。